今回は久しぶりに少しホワイトボードを使って説明をさせてもらいます。改めましてどうも、ハイチーです。今回は暗記について話をしていくんですが、まずこの動画の流れを説明させてください。いつも月曜の動画は本編と最後に自分の思いを伝えていく、まあ、雑談枠がこうセットになってるんですけど、本編の方はまず口頭で3つポイントを伝えていきます。でその後にホワイトボード使わせてもらって、まあ、こういう感じで暗記していくと定着率がいいよっていう話をしていきますので、ぜひね最後までお付き合いください。まずは口頭で伝えていくポイント3つなんですが、まず1つ目が自分のキャパです。そして反復のタイミングと点から線です。まず1つ目の自分のキャパなんですが、これは自分のキャパシティ、つまり今持ってる暗記の力を知ってください。暗記力と言ってもかなりこうね意味が広くなっちゃいますよね。その中でもピンポイントで押さえてほしいのが、一度に暗記できる量を把握しておいてほしいんです。例えば A 単語の暗記、1回の暗記で10単語の方、20単語の方、もしかしたら50単語くらいいけるよっていう方もいると思います。でそれは練習を重ねることによって1回にできる量も増えていくんですけど、今現在ね、自分がね、みんなこの動画を見てくれてる今現在、1回で暗記できる量ってどれくらいなのかなっていうのをちゃんと分かっておかないと、それをさ理想でさ超えちゃってさ、15個の能力しかないのにダメ、50個やんなきゃってやってもさ、こぼれちゃうじゃん。こぼれちゃうし、その定着率が悪い自分にへこんじゃうからって悪循環になってしまうのね。だから今自分が1回にだよ、1回にどれくらいの量を暗記できるかっていうのをきちんと把握しておきましょう。そして2つ目の反復のタイミングなんですが、まあ、暗記は基本的に反復は必須です。1回で覚えて保存ボタンポチよしってできないんですよ。うちら人間だから忘れちゃうんでね。だから反復が必要なんですけど、これはどういったタイミングで反復するといい感じになるのかっていうのは後ほどホワイトボードで説明していきます。で3つ目の点から線っていうのは、知識を点の情報から線にしていこうっていう発想です。と言われてもね、こいつ何言ってんだってなると思うので、まあ、ちょっと英単語で説明していきましょうか。例えばみんなは英単語とか英熟語を覚えていくと思うんですけど、単語を覚えて意味、単語を覚えて意味ってやっていくと思います。でもそこに実はプラスして例文も覚えてほしいんです。それじゃあ簡単な単語で、find 使っていこうかな。find ね。で、これ見つけるって意味があるんだけど、じゃあ過去形がさ、found になるんですよ。で、英単語でさ、じゃあ、例えば found が載ってた時に、おそらく例文が載ってます。例えば、じゃあ、I found your textbook みたいな感じで、私は君の、教科書を見つけたよみたいな文があるとするじゃないですか。で、これをただただ found が find の過去形って覚えるよりも、ファウンドをこういう文で使うんだっていう知識をくっつけられると、点だった知識がこういうことで使うんだっていう線になっていくんですね。一個のものを覚えるときにより多くの情報をくっつけた方が定着しやすくなります。話が数学に飛ぶんですけど、みんな数学の勉強してるときにさ、公式、まあ忘れちゃうこともあると思うんだけど、公式って多分英単語よりも忘れにくいと思うんですよ多分。でこれなんでかっていうと、数学ってさ、その公式をね覚えたページに絶対練習問題いっぱいくっついてんじゃん。その公式を使って解く問題がある。つまり覚えた公式をこういう風に使うんだっていうのがもうセットになってる。点の知識を線にするために組み立てられてるんだよね。でも英単語とかの暗記ってさ、どうしても点になりがちなの。だから抜けやすくなっちゃう。だからそこを自分で例文とかをちゃんとしっかり一緒に覚えていくことによって線にしていくと、より定着率が上がっていきますので、まあ、これは今英単語で例えをしたんですけども、例えば社会とか理科もあることを覚えたら、それがどういう問題で出てくるのかなって、教科書の重要単語を覚えたら、それを連動したワークとかちゃんとやって、あ、この言葉はねこういう問題で出てくるんだっていうのをつなげられると、点と点が線になって知識を覚えられるので、ぜひそこも意識してやってみてください。それではここからホワイトボードを使ってね、ポイント2の反復のタイミングの説明していきたいと思います。で今日投稿日12月11なので、まあ、11と12書いてあるんですが、まあ、夕方とかみんな学校帰ってきたから勉強するじゃないですか。じゃあ夕方にしようか。であるものをじゃあここで1個勉強しますよね。でこれを定着させたいんですよ。まあ英単語でも何でもいいです。まあ英単語の方が多分イメージしやすいからそれでいこうか。
でやったらどこで反復するっていうのが、私絶対にする場所が2箇所あります。2箇所、それがまずここ、そしてここです。ここで一つ目がですね、寝る前です。よくですね、こう人は寝てる間に、記憶がね、こう定着するというか整理されると言われているので、ここで暗記したものを寝る前に覚えてるかなっていうチェック、自分テストってよく俺言うんですけど、ちょっと書いちゃいますね、これ大事な言葉なんで、自分テストって。でこれを必ずします。でそれを突破したら、つまりじゃあここでさ、英単語じゃあ今日20個にしようか、20個覚えようって頑張りましたと。でその20個、インク見えるみんな大丈夫かな20個がちゃんと暗記覚えてましたよってなったら寝ます。でもう1個がここです。これは朝ですね。みんな学校があるからさ、朝そんな時間ないよって思うと思います。でも俺は寝る前にチェックしたことが朝で、ここはね結構抜けます、やっぱり一回寝てるからね。でも20個だったで、ここは20個ちゃんと OK もらうまで頑張るんだけど、これが15個とかに減っててもいいんです。でもここをやっぱりセットでやる。で例えばさ、15個しかできなかったとしても、抜けちゃった5個をさ、再確認すればいいじゃん。あ、この5個プラスでちゃんと定着させようってすればいいだけ。ここで覚えてなくてもへこまない、これ大事ね、へこまない、いいの、人だから抜けんだから、もう一回入れ直せばいいっていう。だからまず覚えたものを寝る前にチェックして、その翌日の朝に確認するっていう、これをマスト、絶対セットでやってました。でもちろんこのね内容をその日にまたチェックしてもいいし、それはまた翌日とか2日後とか、そのタイミングがちょっとね、みんなに任せてしまうんだけど、ひとまずこのやったことを寝る前チェックと朝チェックっていうのをやってみてください。でもよ、でもみんなはさ、英単語だけじゃないじゃん、やんなきゃいけないのは。他にやんなきゃいけないこともあるし、さっき言ったけど朝は忙しいんだっていう方もいると思う。でその自分テストに関して言いたいことがあって、これさ、テストっていうと例えばさ、机に座ってさ、ちゃんとこうなんか紙作ってとか思う方いると思うんだけど、いいんだよ、英単語20個だってさ、赤シートとかで隠せるでしょ。ペンとか使わなくていいから、もう言ってしまえば別に机に座らなくてもいいよ。机に座らなくてもいいし、ペンも使わなくていいし、ノートも使わなくてもいい。ただ単に口で言うだけでもいいから、その確認でいい。そうすると、このね、20個のテストなんて、言うて1、2分で終わるから。終わる終わる。そんなさ、別に学校に提出するもんじゃないんだよ。この1、2分を、例えばもう1、2分でも無理って方はもうさ、ごめん、何も言えない。言えないけど、でもこれをさ、やることで、ここの1、2分、ここの1、2分をやるだけで定着率爆上がりするんだったら、めっちゃお得じゃないって考えてほしいの。でもしだよ、もし例えば寝る前とかやった時にさ、これが20個かさ、10個しか覚えてなかったら、うわ10個抜けてんじゃん、それは対策があるのよ。何の対策かっていうと、夕方に覚えて寝る前で多少時間あるよね、多分3、4時間とか4、5時間あるわけじゃん。ここからここに行くまでにどれだけ、漢字間違えました。ごめん、インクが思い出すかっていう。いい、これが大事なの。思い出すっていう。反復っていうのは、これね、勉強、今いつも動画でも言うけどさ、その机に座ってもう一回書き直すとか書いていって、その作業するもんじゃないの別に。頭の中で思い出せばいい。トイレに行った時、お風呂に入ってる時、何でもいい、タイミングが任せるけど、さっきやった20個なんだっけなって別に見なくても思い出せるから、左上がなんとかで、これが次がこれで、やべ、3つ目なんだっけあいつみたいな。そしたらさ、思い出せなかったらさ、もうゴーって部屋までダッシュしてさ、見返して、あれかよみたいなってやればいいじゃん。だからここの定着率、夜テスト、寝る前テストが、その正答率が下がってる方はこれが少ないだけだから、これを意識してやれば必ずここの正答率が上がるから。でそれを普段から意識していくことで定着率、これ英語だけじゃなくてね、いろんなものの定着率が上がっていくので、まず今回伝えたいのは、その日やったことを寝る前テスト、自分テストね、寝る前の自分テストと朝の自分テストをやるようにしてみてください。この正答率が上がれば上がるほど、このかかる時間が減っていくんだから。
どんどんお得になるでしょ。いい好循環生まれるので、こんな感じでやってもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。久々にホワイトボード使ったらどうしよう、ちょっと緊張しちゃいましたけどね、説明何か伝わっていたら嬉しく思います。で、今回はまた言ってるよっていうことを言います。はい、っていうのは今回も暗記の方法紹介したんですが、これがみんなのベストアンサーではありません。最適解ではないです。はい、何が言いたいかっていうと、今回は一例として私が紹介しました、自分がやってたこと、そしてうちの生徒にやってもらって成果が出てたことをみんなに紹介してるんですけど、それがみんなに完全フィットするとは限らないですよね。興味持ってもらって、あ、試してみようってやってもらって、で実際さ、やっていく中でちょっとやり方変えてみようかなって思う方もいると思います。どうしても朝が苦手な方とか、朝に頭が回らない方とかね、いると思うの。それをさ、いや、やれよ朝とは思ってないです。合わないところは変えなきゃ。勉強法にしても、もっと大きく言うと、みんなの生き方にしても考え方にしても、みんながアレンジしていいんです。みんなが作っていいんだから。それはだから、誰かが、ね、俺も含めてだけど、誰かが言ってるものを、それをちゃんとコピーしなきゃなんて思わなくていい。最初はコピーでいいんだよ、最初は真似してでいいんだけど、そっからどんどん変えていいんだって。何回も言っててごめんね。でもすごくすごくこれはみんなに伝えたいことなので、今日また改めて伝えさせてもらいました。勉強法一つとってもそうだし、暗記法もそうですけど、みんなが作ってください。みんなにとってベストアンサー、私のベストアンサーをみんなが作っていく、そのヒントになったら嬉しく思います。はい、ということで本日もここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では撮ってるのは結構前なんですけど、きっとねこれをね投稿してる時はさらにね寒くなってる時期かと思いますので、みんな体調管理気をつけて一週間ねお互い頑張っていきましょう。それじゃあまた来週お会いできたらと思います。じゃあまたね。バイバイ。